はい、レオンです。今回ね、久しぶりに開封動画ちょっとやっていこうかなと思ってますね。今回のAmazonで購入したこれ、テトラコリドラス 120g 低層魚用熱帯魚沈下性餌のね、開封&商品紹介やっていきたいと思います。まずAmazonの注文ページの方からいつものように紹介していくんですが、これ前も買ったことあるんだけど、久しぶりに買ったんですけどね、これいいですよ。とっても量が多いんで、こういうなんかビスケットみたいな感じの形状になってて、そんなに水も汚れないですね。コリドラスの主食、水に溶けにくく、また優れた消化吸収で消化で分が減り、水槽の水を要しません。安定化、ビタミンを強化配合しているため、魚の健康と活力を増進しますということで、給与方法、1日2、3回食べ残しのないように与えてください。こういう感じ。これめちゃくちゃ量多いんで、ちょっとこうビデオもちょっと再生したいんですけどね、してみようと思いますが、コリドラスとっても人気があるんでね、多分熱帯魚で多分一番人気があるんじゃないかなと思うんだけど、コリドラスは土壌とかナマズの仲間になりますね。俺前グッピー飼ってたんだけど、グッピー多く飼ってて、その中に1匹だけコリドラス入れてたんだけど、白コリドラスで、グッピーはやっぱりデリケートで、グッピーも死んじゃって、ちゃんと手入れしててもやっぱり死んですよ。でも今グッピーも今現在いないんで、でコリドラスが今増えてますね。コリドラスが今5匹ぐらいですかね。これ値段も結構安いんですよ、718円。ホームセンターとかだったらもうちょっと高いんですよ、1000円多分超えるんじゃないかなと思うんだけど、718円で40、これ 120g で718円で、 48g だったらこれの 120g より3分の1ぐらいの量のやつで930円。絶対こっち買った方が700、この 120g の方が絶対お得なんでね、量もめちゃくちゃ多いし3倍ぐらい多いから。だけど定期お得便っていうやつもあるんですよ、これにすると少し安くなるんですよ、70円ぐらい変わるんですよ。これ配送頻度も決められるんで、これ期間決められるんですよ。テトラっていうメーカーですね。ターゲット種魚、シー風味シーフード、商品の重量 120g、 こういう感じで、コリドラスの主食、コリドラスローチなどの低層魚用に開発されたウエハータイプの沈下性フードです。コリドラスが食べやすいウエハータイプを採用し、なんていうのかな、格好性をもさらにアップしました。水に溶けにくく、また優れた消化吸収で分が減り、水槽の水を汚しません。安定化、ビタミンを、安定化、ビタミンを強化配合しているため、魚の健康と活力を増進します。ご注意、あ、これはいいか。コリドラス、これいいか。あ、コリドラスの主食、コリドラスローチなどの低層魚に開発されたタイプですの沈下性フードです。コリドラスが
コリドラスが食べやすい UR タイプを採用し、発酵性もさらにアップしました。安定化ビタミンを強配合しているため、魚の健康と活力を増進します。原材料はフィッシュミール、野菜、タンパク、抽出物、シリアル、抗害類、イースト、モルイっていうのかな、ミネラルで、レシチンほか。おととい送られてきたんですけどね、今撮ってる日時がね、去年24日水曜日の時刻が16時41分ですね。ちょっと早速ちょっと開封ちょっとやっていくんで、重いんでね、あの別のやつも買ったんで、あのコリドラス用のあらまた別で紹介するので、これめちゃくちゃ大きい箱に入ってるんですよ。いつもねこういったアマゾンで紙に包んでるんですよ。コリドラス用のサコズナも入ってるんですよ。これは別で紹介するんでね、これですね、今回結構重いんで、こちらですね、もうちょっとアップにしようかな、こういう感じでサムネイル専用のようにちょっと、もうちょっとズームに、もう7分経ってるんで早いね。こちらですね、こういう感じでこういう感じで開けないんでね、一応こういう感じで結構量多いんでね、水槽に買ってるコリドラスの種類、あの何匹あの種数にもよると思うんだけど、結構長持ちするんで、こういう説明書き、パッケージの説明書き、こういう感じで、さっき説明読んだんで、Amazon の注文ページから商品ページからやったんで、あの紹介したんで、これはねコリドラスパンダってやつですね。これコリドラスパンダの模様、パンダの模様になってるでしょ。これ一番コリドラスの中で結構デリケートの方で、でこれは多分あのコリドラスジュリーってやつじゃないかな。これ結構高いんですよ。コリドラスパンダも高いんだけど、お店で熱帯魚ショップで買っても高いんだけど、5、600円ぐらいするの1匹。このコリドラス、これ多分ジュリーってやつなんだけど、これはね700円とか800円ぐらいするんですよ。これが今買ってるのがコリドラス、白コリドラスっていうのと赤コリドラスだと青コリドラスっていうのを買ってるんですけどね、こういう感じで。結構軽いんで、こういった筒状になってるんで、以上ということで、はい、今回あのテトラコリドラスの開封&商品紹介ねやっていきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。久しぶりですね、開封&商品紹介。最近も BOCW、 コールオブデューティー BOCW とか、今ヴァンガード動画上げてるんだけど、ね、久しぶりですね。たまに上げるんでね。でさっきあのこのファイア HD
店の方も、でも紹介久しぶりでやったんで、これはい失礼します。